君と私は、ここでオープニングソング、お前は死んではなくなってってこう抱きしめるやす子。はい、へい。演技力がやばい、ね、こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ソーシャルディスタンスありがとうございます。朝ドラ終わりましたけど、はい、ありがとうございました。あれ、ご出演されてました？出演はしたかな、してないかしてはなかったかな。いかがでしたか？いや、もうほんまになんか100年の物語を半年で描ききれて、本当にいいもんできたなっていう。あれ、作った方ですか？いや、作った方ではないんですけど、本当にありがとうございましたって言いたい。それぐらいカムカムエブリバディが素晴らしかったっていう。特にこの印象に残ったシーンとか。これだから難しいよね、本当に。全部良かったんですよ。え、西永見た？僕も見てない。見てないの？いいっていう。お前、俳優を志しながらカムカムエブリバディ見てないの？カムカムちょっとまだ見れてないですね。でもすごい、その高橋さんから面白いって情報を聞いてるんで、まあ、見たいと思うんですけど。お前、いつか来る日のために鍛錬を重ねとけよ、お前は。そうですね、カムカムでちょっと鍛錬。いや、今のも劇中のセリフなんですよ。バン虚無像かって言うてくれると。いや、言うわけないじゃないですか、見てないですから。見てないんですよ。バン虚無像かって言ってくれんとあかんねん。バン虚無像っていう方が出られるの？バンです、バン。バン。あかんわ、西中は。いや、すいません。え、エビネは最初から見てんの？全部見ました。だから、まず、カムカムエブリバディの、じゃあ、ちょっと名シーン。3人主人公がいるじゃないですか。はいはいはい。じゃあ、まず、ヤスコ編。ヤスコ編はもうほんまに涙なしではもう見られへんよね。やっぱりなんかその戦争の時代というものの過酷さと、あとはこんなスピード感で話が進んでいくんやっていうね。僕の好きなのはやっぱりでも神回と言われたあれかな。やっぱりヤスコが、お父さんに見合い寄せって言われるわけですよ。っていうのも、その、立花のお菓子屋さんのね、和菓子屋さん、立花も戦争によってこう、いろいろ材料が入らへんようになって、砂糖とかも手に入らへんようになってくんのよ。で、そういうのが手に入りやすくなるように、まあ、いわゆる政略結婚っていうんですか。はいはい。ヤスコはやれって言われんねん。でも、ヤスコはもう、その、木島繊維のミノルさんのことが好きになってしまってるわけよ。自転車乗るのを教えてもらうねん。河原で自転車乗り方を教えてもらって、その NHK の英語講座を教えてもらって、毎日英語を勉強し始めて、で、もうミノルのことが好きになってんねんけど、付き合うとか、その、そういう感覚ないんよ、その当時は。でも、思いを寄せてる。そんな中、ミノルは、大阪に、学校があるからね、大阪に行ってるんですよ。で、家のために結婚せなあかんと思ってるけど、どうしてもやっぱりミノルに会いたいのよ、安子は。ほんで、一人大阪に行って、ミノルさんと会うね。ほんなら、ミノルの下宿に、行って、いつも食べてるラーメンを一緒に食べて、時代劇の映画を二人で見に行くのよ。そこでまず時代劇絡んでくるんですよ。はい、で、ミノルさんとこうやっていつも食べてるもんが見たかったって言って。でもミノルは、なんでこんなちょっとした荷物で大阪まで来たんやろなって思ってるわけよ。でも安子は、その立花の取引かなんかで、おはぎを売りに来たとか、なんかそんなんやったと思うんだけど、で、こっちに来たんです。そのついでに寄りました、みたいな感じなの。で、ミノルと二人で喋って、わずかばかりの、まあ言った今で言うデートを楽しんでんけど、余計寂しさが募るんですよ。で、そのまま、岡山に電車で帰んねん。岡山に帰る道中で涙が止まらへんようになるわけよ。で、岡山に着きました。そこまで、朝ドラ15分あるんですけど、もう、アルデバランがかからないんですよ、オープニングソングが。いつもは開始2分とか1分で。1分でかかるオープニングソングがかからない。その、岡山に向かう道中で、
アルデバランがかかんのよ。はい。で、って、ここでオープニングソングってなって。はい、ほんで、オープニングソングが終わって、いよいよ、岡山に着いた、泣いてるやす子の時に、ミノルが来るんですよ。なんで泣いとったんやと。あんな荷物で来るわけないやん。どうしたんって。あの回はやばいっすね。あの回はやっぱ素晴らしかったですね。ほんで、愛さんのアルデバランがめちゃくちゃええわな。で、アルデバランも朝ドラをやってくれと、愛さんに依頼が来るんですよ。で、愛さんいろいろ曲書きはるんですけど、まあなんか、これっていうのがないなっていう中、森山直太朗さんに曲を依頼して、森山直太朗さんがずっと、なんとなく愛さんが歌うんちゃうかなって温めてた曲がアルデバラン。で、その曲がかかって、安子が、こう、ミドルさんとまた会えるっていうのも素晴らしかったですね。どんな曲でしょう？君と私は仲良くなれるか。あれだわ。それが祈りながらシングソング。あと僕がめちゃくちゃいいなと思ったのは、ミノルのお父さんも、ミノルに、銀行の頭取の娘かなんかと結婚するように勧めんねんな。それもだから言ったら、まあ、木島繊維のため。だから当時はそういうのが。そういうことやね。で、長男やし、そんな、ちっちゃい、まんじゅう屋の娘と結婚して何のためになんねん、木島のために。で、そのミノルの弟がイサム。で、イサムとヤスコは幼馴染なんですよ。同級生。で、ヤスコのことをあんこあんこってちっちゃい時からからかってんねんけど、イサムは実はヤスコのことが好きやねん。ずーっと、昔から。でもその思いを告げられへんわけよ、ヤスコには。もう昔からかってた女の子っていう感じやねん。ほんで、そんな中、自分のお兄ちゃんのミノルも、ヤスコのことが好きなんやな。で、ヤスコも、毎日、戦争に行くっていうのが決まってから、そのミノルの無事に帰ってこれることを祈って、神社でお祈りしてるヤスコを見て、お兄ちゃん、ミノルと結婚するのヤスコやと。自分じゃなくて、頭取の娘でもなくて、安子と結婚するべきや、ミノルはお兄さんはって思うね。ほんで、お父さんに言うのよ。安子、あんこと結婚させたってくれへんかと。で、お父さんはそんなもんなってなんねんけど、立花に行くのよ。どんな環境で育ってんのか見るために。ほんで、その立花のお父さん、その安子のお父さんとか、安子の接客とかを見て、ほんまに、この子は、その、おはぎを作ることを、で、人の幸せを願ってんねんなっていうことを見て、こういう子こそ、ミノルと結婚したら、ミノルが幸せになれるんちゃうかなと、思うわけですよ。で、ミノルはいよいよ、戦争が始まる前に、結婚、祝言を挙げるために岡山に帰ってくんね。安子ちゃんと別のこと。別の、もう覚悟決めてるんですよ。で、神社やったかな？確か神社に連れて行くんやったと思うね。ミノル、お前が祝言を挙げるのは、この子じゃ。って言ったら安子がそこにいるんですよ。で、安子も、ってなって。どういうことだ？ほんで、その立花に行って、その安子さんっていう人の人柄も分かったと。こういう人こそ、ミノルと結婚するのにふさわしいっていうのを認めて、二人は結婚することが認められるんですよ。で、ミノルのお母さんがユウさんやねんけど、ユウさんは認めてない。ユウさんが意地悪なんだ。意地悪やね。で、
結婚の挨拶に来んねんけど、その安子のことを許してくれへんねん。でも泣きながら縁側でその安子のことは認めたわけじゃないけど、ミノルが無念で言ってしまうことの方がつれえから、仕方ねえから認めるって言って、でかんざしをね安子に渡すわけですよ。これは私が結婚するときにもらったもんじゃ、あんたみてえな貧乏くせえ格好しとった、まあセリフはこの通りじゃないんですけどあんたみたいなそんな貧乏くせえ格好しとったらうちの家じゃ恥じゃけえな、で結婚を認められる。だからこの帰ってきて、岡山に帰ってきて結婚が認められて、結婚して家族の写真撮るとこまで全部1話やからね、これ。え1ヶ月ぐらいかかりそうだもんね。そう、それもすごかったね。ほんで子供が実際その、ミノルは戦地に赴くんですよ。で、ディッパーマウスブルース、ディッパーマウスブルースやったっけ、ディッパーマウスブルースのジャズ喫茶みたいな定一さんに結婚することを報告しに行くね。2人が初めてデートしたのがそのディッパーマウスブルースなんで、はい、ほんで神社に2人で行くんですよ、はい、で神社に行ってそのミノルの無事を安子が祈り、その安子の幸せをミノルが祈り、で子供の名前はもう決めとるんじゃとミノルが言うわけよ。教えてください、秘密じゃって言っていっけってこう抱きしめる安子を。ほんでもうそのまま出生するんじゃなかったかな。ほんで子供が生まれるんですよ。ほんでその子供の名前がルイヤ、ルイ・アームストロング、ディッパーマウスブルースで聞いてたルイ・アームストロングから取って、いつか、あ、ミノルの願いは、そや、神社で願ったんは、どこの国とかいう境もなく、行き来できる世の中が来ますようにって祈るんや。あれが悲しかったですよね。安子のお父さんが、戦争で家族を逃がしたら、防空壕が。お母さんとおばあちゃんがな、防空壕に行くねんけど、その防空壕で空襲にあって、お母さんとおばあちゃん死ぬんですよ。ほんでその時にそのお父さん、安子のお父さんが瓦礫の中でもう叫びや、うわっって自分がこっちに逃げろって言った、言ったせいで、そのせいでそこがほんでおかしくなんねん。お父さんはもう抜け殻のように自分のせいで嫁と母親が死んでしまってるから。ほんでそれを演じてんのがあの河本雅宏さん。まああのカムカムエブリバディロスの僕としてはね、こうドラマを見てこう癒されたいわけよ。違うドラマ。そう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 。ほんでもちろんちむどんどんも見てますよ。はい、ちむどんどんも見ててめちゃくちゃ面白いんですけど、まだ始まったばっかりなんですけど、それはまたちょっと追って話すんですけど、また必ず話しますそれは。それまた絶対出します。全部出します。それは出しますけども。金八先生の第7シーズンをちょっと最近見返してんのよ。っていうのはサンタ役の浜田岳くんが出てます。あ、すごい前ですよね。はい、で浜田岳くんのまあ出世作やな、八乙女ひかるくん平成ジャンプのが、丸山修っていうその覚醒剤お父さんがやっててっていう、で浜田岳くんが加納慎太郎かなっていう役で、そのクラスでちょっとやんちゃな感じやねんけど、演技力がもうやばいねその時から浜田岳。俺だからもうこの子絶対、もうこんなん言ったらあれやけど、この子絶対日本の天下取ると思ったもん、金八先生の第7シーズンの時に。で、その金八先生、あ、ごめん、俺金八先生の話やってるわ。金八先生の第7シーズンって、監督が、あの、福沢監督、演出がな、あの、日曜劇場の、そうそう、半沢直樹とかやってはる、はいはい、今や日本のドラマ界一のヒットメーカー、福沢監督の演出やねん。ね、
その丸山修やってた八乙女くんも素晴らしいんですけど、その加納慎太郎をやる浜田岳くんが良すぎて、最終回やんねんけど、金八先生のな、はい、最終回って武田鉄矢さんのほぼアドリブなんですよ。卒業生に一言ずつ言葉を送っていくねんけど、台本ないねん。ほんで全部いろんな角度からカメラ撮ってて、武田鉄矢さんが思うその生徒と、その生徒役に対して、あとその役者に対しての言葉を述べていきはんねんけど、その時にその福沢監督がみんなもボロボロ泣くねんけど、浜田岳くんにだけお前は死んではなくなっていう演出を入れるわけよ。で、哲也さんも浜田お前は死んだろう、お前は絶対泣いちゃダメだぞって言ってシーンに挑むんですよ。それなぜかというと、お前は涙じゃない演技をここで見せて、俳優として今後も俺と戦えるやつやからなっていう武田鉄矢さんからのエールやん。あ、まあ、みんな泣くから。そう。でも浜田岳くんはボロボロ泣くんですよ。でもそれも素晴らしいんですよ、そのシーンが。で、その時にその浜田岳くんのお父さんに覚醒剤を取られたヤクザの役が河本正広さんやね。俺金八先生がマジで殺されると思う回があんねんけど、その回がその丸山修の家にヤクザが殴り込んできて包丁突きつけんのよ、金八先生に、はい、ほんならそのたまたま大森巡査っていう近所のあの、はいはいはい、見回りしてる自転車の、うん、金八さんおるのかーって言って大森巡査が来て助かるっていうシーンがあるんですけど、その時の河本正広さんの怖いことだから浜田岳くんもすごいんですけど、やっぱ河本さんの演技力やばいっす。それが親子役ですから。そうなんですよ。だから浜田岳くんと河本さんに会ったら聞きたいのよ、あの時その金八先生のその商店街で丸山修が、ヤクザに追われてるところを自転車で追いかけて、加納慎太郎が追いかけていくシーンを演じた二人が親子の役を今回演じられた、これどうですかって多分言うやろな、やってましたっけって言うと思う。覚えてへんと思うんだけど本人は。それぐらいやっぱり素晴らしいですね。で、カムカムエブリバディは、ミノルが戦争に行っちゃうのよね。ほんで、カムカムでの浜田岳くんさんはどうですか？浜田岳くんやっぱりすごくないですか？だって言ってみたら最初のシーン、ファーストシーンは安子が子供の時から出てるんだな、うん、ということは浜田岳くんサンタ10代なんですよ、あ、その時の劇中で、でサンタだけ不契約で最後までやんねん。確かに。100年の物語を一人で。一人で演じ切るんですよ。およそ1キロ線。これほんで僕、カムカムエブリバディが好きやったんで、最終回前日スペシャルっていうのに大阪であったやん。生放送、はいはい。呼んでいただいて、そのこと聞いてきたんよ。堀之内さん、プロデューサーの堀之内さんが答えてくださったのが、やっぱ浜田さんは30代でそのいろんな年代を幅広く演じれる年齢でもあられるし、その浜田さんやったら全ての年代を演じれるんじゃないかと思ってお願いしたと。やばいっすね。だからそうなんだ。あれが切ないですよね。もう岡田結実ちゃんに振られて、こうあれっせえな。ほんであのシーンの岡田結実ちゃん演じてたのがその木島で、まあ、女中っていうのあれ、まあ、当時でそうですね。で働いてた、まあ、お手伝いさんやねんな。ほんでそのイサムのことがずっと好きやねん。でイサムのことをずっと思ってんねんけど、イサムは兄が死んで岡山から大阪に行ってる安子のことが心配で、安子を大阪に連れ戻すのよ。三角関係みたいになって、そうそうそう、キーとなったシーンで言うと、安子が
ロバートと、岡山の、あれどこやったかな、なんか道端で、やりとりしてんのを、イサムが見てしまうねんな。はい、そうそうそう。で、その前に、結婚申し込んでんねん。俺と一緒になってくれと。俺が、ヤスコと、ルイを守りたいって言って。で、結婚申し込まれてんだけど、それに対する答えはしてないのよ。ヤスコは。で、親友のキヌちゃんに相談したら、それはちゃんと答え出してあげなあかんのちゃうかと。いうとこにロバートが来て、ロバートが来た時の目の輝きを見て、キヌちゃんは、ヤスコは、あ、この人のことが好きなんやなって、察するんですよ。で、二人で行ってきたらいいよ、みたいな感じやねん。ほんで、その二人で行った時に、その感じを、イサムが見てしまうのよ。ほんで、ああ、なんや、アメリカの、やつと、ヤスコは、なんかそういう仲なんかと。自分の兄を殺したアメリカ人と、そういう仲なんやなっていうので、もうやるせない気持ちになって酒飲んで、ベロベロなって帰ってくるんですよね。で、その時に、その女中のゆきえさんがこう解放すんねん。もうそんなことで酔っ払って帰ってきて情けねえですわみたいな、っていう時に腕をガッて引っ張るんですよ、イサムが。ほんでガッて、なんか、だえこれ抱かれんのみたいな。でその時にユキエがなんか浮かべる表情、これ今回初めてじゃありませんねっていう顔やね。だから、実は、イサムも、ヤスコのことが一途でずっと思い続けてたんかなと思ったら、ユキエとはそういう関係やったんやっていうのがわかんねん。多分俺の勘やで、これは。明確には描いてるけど、多分そうやと思うね。ほんで、その、イサムの部屋から朝、出てくる、ポッとなってるユキエをトイレ行こうとしてるサンタが見てしまうんですよ。ほんで、立花を立て直して、新しく店をやろうって言ってるサンタと、ヤスコ。で、その資金を持ったまま、サンタが大阪に行ってしまうね。消えてまうね。失踪すんね。ほんで、その失踪したせいで、ヤスコは大阪に行くんですよ。サンタを探すために。だからそこが全ての誤解の始まりやね。ヤスコは、ルイと一緒にもちろん暮らしたい。ただ、おでこに傷があんねんな。ヤスコの不注意で交通事故を起こして。そのおでこの傷を治すためには、莫大な金がかかると。木島の資金じゃなきゃ無理じゃ。そんな安い立花のおはぎ売って、ルイの傷どうやって治すんじゃ。お父さん。そう、お父さん。で、ルイは、その立花が見るわ。って言って、もう親子引き離されるかもしれん。でも、ミノルさんの子供である、ルイは立花の子でもある。でも私の子や。大切な私の子供。でも傷は絶対治してあげなあかん。そのためには立花を再建して、一刻も早くお金を貯めて、ルイを迎えに行かなあかん。そのためにヤスコは、まずは立花を立て直す。っていうことを決意してるんですけど、サンタがお金持って、行ってしまうんですよね。で、大阪でサンタを探し続けてるヤスコですよ。そこに、ルイの小学校の入学式の日が来んねん。で、その入学式の当日に、あ、前日かな？ヤスコは、約束してね。入学式には絶対帰ってきて、その一緒に送っていくからねって言ってんねんけど、その前日にヤスコは過労で倒れてしまうんですよ。必死でサンタのことを探してるから。サンタいないんですよ。ほんで、その倒れた、ヤスコを、ロバートが助けるんですよ。ほんで、ロバートの家に連れて帰って、ロバートの家ちゃうな。あれ、ヤスコのとこやな。ヤスコが、あれ、そうか。下宿先なんかな。
あ、じゃあ、大阪で住んでた場所か。ロバートが連れて帰ってくれんねん。ほんで、意識失ってて、その入学式の時に、帰ってけへんわけよ。で、それを、不思議に思って、自分のことを忘れてるんちゃうか、と思ったルイが、一人で、大阪に、お母さんを探しに行くねん。安子が、パッと意識を取り戻した時、もう入学式の日が、の夜になってて、行かれへんかったっていうことに気づくんですよ。ほんで今すぐ行かなあかんってなんだけど、ロバートはもうゆっくり休むべきやと。あなたはもう本当に頑張って、ルイちゃんのためにやってんのを見てるし、幸せになるべきやと。で、ロバートは、ヤスコのことを抱きしめて、I love you って愛を、の告白すんねん。で、一緒にアメリカに行こうと。アメリカに一緒に行って、ルイちゃんももちろん一緒に行って、幸せにしたい。って言うんですよ。ほんなら、たまたまその抱きしめてるところを、ルイが見てしまうねん。すごいって。だから自分の入学式のことを忘れてたお母さんがロバートさんと抱き合ってるわけよ。もう衝撃やん、そんなん。とんでもない。自分のおかんやと思ってみ、小学生の時の。衝撃は衝撃ですよ、それ。で、ルイはそのショックで一人大阪にから岡山に帰んねん。で、安子はロバートの告白を受けんねんけど断んのよ。一緒には行かれへんと。なぜなら、ルイと一緒にいなあかんし、ルイは、木島の、ミノルさんの子供でもあるから、木島の家の近くに置いといたらなあかんから。って思って、ヤスコが、ロバートに事情を説明したら、ロバートも分かってくれんねん。でも、サンタを探すんだけは、最後まで手伝わしてくれって言って。ほんで、ヤスコは心配になって入学式のことを忘れてたから、電話すんねん。岡山の木島に。ほんなら木島のお父さんが、ルイはおりますか？なんや？ヤスコさんのとこにもおらんのか？やばい、ルイがいない。ルイがおらんようになったんじゃ！言って。ほんで、ルイを探すために、ヤスコが、電車に乗って、岡山に向かうんですよ。はい、で、そこで、曲がかかんねん。ルイ・アームストロングのサニーサイド・オン・ザ・ストリートがかかんねん。で、そのかかるシーンも、はい、リッパーマウス・ブルースの定一さんがレコードに針を落とすんですよ。で、そこで、てれてー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 、てれてー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 、てー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 ってこう、イントロが、サニーサイドのイントロがかかって、同級生のキヌちゃんがな、結婚してて、お腹大きいねんけど、キヌちゃんに、その、子供が生まれるシーンと、ヤスコが、自分が初めてルイを産んだシーンが、こう、交互に交錯するわけよ。ほんで、自分の親友が、初めてお母さんになる。で、自分もお母さんになったっていう、なんか幸せに包まれるシーンが、バーって怒涛のようにその、サニーサイドのとこで流れるわけ。で、そのサニーサイドの最後の最後に、定一さんの息子が戦争に行ってんねんけど、もう数年経ってんねんで、戦争行って、帰ってくんねん。で、もうその時、定一さんはもう言葉出へんねん。あ、おぉほんで、そのサニーサイドが終わったら、安子は、岡山に到着して、自分の家に帰るわけよ。で、自分の家に帰ったら、ルイが帰ってきてんねんけど、ルイを抱きしめようとしたら、ルイが、自分のことを掘って、そうですね、ロバートさんと抱きしめてたやんの誤解からの、おでこの傷を見せて、もう、会いに来ていらん。もう二度と会いたかね。I hate you ですよ。で、そのまま、安子は、もう自分の娘に
大嫌い、二度と会いたくないって言われた。ふらふらになりながら、岡山のなんか、公園、河原の河川敷にバッてく行ってまうねん。ほんでそこにロバートが来んねん。なんでかわからんけど。なんでロバート？ほんでロバートが、ヤスコ大丈夫かって抱きしめたら、please, please, I, please, I, 英語力が、I go, ラジオ見てる。I, please, I, USA でアメリカに連れてって、お願いロバート、そうじゃなかったら私おかしくなるの、みたいなことを言うて、受け止めてくれんね。ほんなら、あ、そこで、オープニングが確か、来るんじゃなかったっけな、アルデバランが。アルデバランが来て、木島のお父さん、ミノルのお父さんが、病院に入院してんすよ。もう年いって。で、時が経ったことがわかんねんな。ほんで、河川敷に行くねんな。ほんで、そこに、一人、キャッチボールしてる、女の子が現れるんですよ。それが、18歳になったルイやん。それを演じてんのが、深津絵里さん。ほんで、アルデバランの、その時に、登場人物が出るんですけど、はい、あ、エンドロールっていう。そう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 、そう、ね、うん。木島るい、深津絵里って出んのよ。はい、深津さんこの後出んのってなって、最後深津さん出てくるんだけど、その時から俺は、アルデバランの時の登場人物の時だけは目つむっとくことを決めたんですよ。分かっちゃうから、ね。分かってまうから。分かっちゃうんです。はい。あしげさんも。え ?40 分以上喋ります。安子編だけで40分。やってしまった。続きはまたお話しします。すごいな。類編、日向編はまた投稿します。